もしもピュージンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、そしたら、ハッスルダンスの始まりかな。パーティーを開くと時ですね。いいですよ、もうメデューシャボールが来ちゃいますけどね。ムービーです、これは。いや、いいね、いいね、いいね。メデューシャーボールがあの辺に現れるんだよな。メデューシャーボールからペロを守るために壁を作っちゃう？メデューシャーボールがさ、メデューシャーボールが、でもめんどくさいからいっか。壁をずっとここに立てちゃえばさ、普通にプレイしてもしょうがないけど、ちょっと時間がねえんだよな。さ、鉄のさブロックを作りまくって、ああすげえ作れる。こんなにいらねえな。ちょっとここに壁を作っちゃおうか。もうちょっと高い位置かな。この高さでいいんじゃないかな。あの崖の上のところで現れるから、もうちょっと横に伸ばした方が良かったかな。あ、でもちょっとこれでやってみようか。
いいね。痛い。いやー、ただ信じています。いられません。天使だな、最高潮だで。よし、クライマックスだ。もうみんなで踊ろう。いいね。もっとこの映像を 見たかったけれども、あ、ちょうど壁が、あ、でもちょっともっちょい横に伸ばせばよかったね。どうかな。許さない。鉄をすり抜けるんですよ。関係ないんですよ。鉄の壁が今見えているけど、まあ普通は死亡ですけどね、これで。石化を溶けるという発想があることがちょっとあれなんですけどね。まあゲームの世界なんでね。夜が明けた。話す。うおー、ただうざける。だがどうやって、みんないる気がなくなっちゃう。メドゥーサーボールをおびき寄せるものを作らなきゃダメだね。どうしたらいいの。何、金ピカのバーを作るだって。任せとけ。おい、俺たちで何とかするぞ。あの上はどうだ、あんな場所に。けどよ、立てよ。どこ行ったんだよ。そうだった、忘れてきた。ペオを助けるためだ。そう来なくちゃな。いとも簡単に ゴルドンのさ、力でさ、壊せばもっと楽なのにね。ゴルドンにやらせればいいのにね、これね。アラクエの力で やる必要性がないんだよね。ああ、もうクライマックスだね。どんどんとストーリーが進んでいく。うお、これは作ろう。目指せゴールドラッシュ。それはそうと、決まってるわ。
ペドが輝いていたからね。金ピカのレンガ、オッケー。50個置いた。みんなが素材を持ってきてくれる。ドン。金をあいたけ。疲れたみんな。やったね。染めなくちゃいけないんだよね。からいい音楽がかかるからな。ないな、見なきゃ。いるぞ。やった。この音楽がいいんだな。やってほしいことだ。赤く染めたい。ちょっと残しておこうかね。クリアした、クリアしたんだよみたいな、した時に来たんだよみたいな。戻ろう。水中でもね、爆弾は破壊できるんですね。染めなくちゃいけないんだ。
達成ピコン。染色釜、染色釜です。ここに階段を作ろうか。上がれる。もうあの壁はいらない。この壁壊すの大変だな。どうだ。あ、これいいのか。時間が来ちゃったんだよな。忙しいんだよな。はまった。はまったらダメだな。
やったね。じゃあちょっと今回はここで終了です。お疲れ様です。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。やった。達成。途切れないね。ちょっと自由にさして。頼む。ああ、途切れないんだな。完成。よし。もういいや、そんな話は。よし。じゃあ今回はここで終了。